こんにちは、粟田洋介です。今日は抽象画を描いてみようと思います。それで抽象画の描き方、それから見て楽しむ方法についてもお話ししたいと思います。抽象画がよくわからないという方や、これから抽象画を描いてみたいという方にもわかりやすくお話ができたらと思っています。抽象画とは単純に具象的なモチーフを使わないで描く絵のことです。具象的なモチーフというのは、人物とか動物とか植物とか建物とか果物とか鉛筆とかペンとか、見てなんだかわかるオブジェクトのことです。ではその抽象画、どうやって描けばいいのかというお話をしたいと思います。例えばシンプルな一本線だけ描いてある T シャツってありますよね。もしも無地の T シャツに自分で一本線を入れてかっこよくするとしたらどうするでしょう。考えることはたくさんあります。例えばどんな線を引くのかということですね。太い線なのか細い線なのか、長い線なのか短い線なのか、線を横に引くのか縦に引くのか、でその線が派手な色の線を使うのか地味な色の線を使うのか、がまっすぐな線なのかカーブを描いた線なのか、例えば波線なのかもしくは点線なのか、まあ線一本といっても本当にたくさんのバリエーションがあります。そしてその線はどこに描くのか、どの位置に描くのかということですね。シャツの真ん中の方に描くかとかね、上の方に描くか下の方に描くか、右側に描くか左側に描くか、もしくはすっごい端のこの辺に描くとか隅の方に描くとか、あとそれをかっこよく見せるためにバランスを取らなければなりません。あとはそのシャツの形とか大きさとか色とか、そういったことと線のバランスも考えていく必要があると思います。そんな感じでシャツに1本の線を引くということでもいろいろ想像できたと思います。抽象画を描くときも同じです。さっき線1本って言いましたけど、線は何本描いてもいいですし、線以外のいろんな形とか模様とかでもいいですし、要するに抽象的なものをキャンバスもしくは紙、そういったものに描いていくということです。その時にバランスを考えながら描くというのも重要なポイントになってきます。では今日はこのキャンバスに絵を描いていくのですが、抽象画のお話も挟みながら描いていこうと思います。抽象画を見て、こんなの誰にでも描けるとおっしゃる方がいらっしゃいます。果たして抽象画は誰にでも描けるのでしょうか。私の答えはイエス、そしてノーです。どういうことかというと、リアルな写実画だって誰にでも描けます。ただ上手下手がありますよね。抽象画もそれと同じです。ただどんな絵だってたくさん描けば上達します。ということで私も上達したいので、引き続き描いていきたいと思います。私は普段半分抽象画、半分具象画みたいな感じの絵を描いています。
なので今これ途中まで書いた時に気がついたんですけど、なんか習慣的に何かに見えるように書こうっていう感じに無意識に思っちゃって、もっとただの模様にしようとか、そういう風に考えた方がいい抽象画が描けるような気がしています。一般的にはどうかわからないんですけど、今の私にとって抽象画を描くっていうのは何か頭の柔軟性を取り戻すためにちょっと今必要なことなんじゃないかなって気がしています。さっきまで硬くなっていた頭で描いた絵をぶち壊すつもりで描き始めました。何が描き上がるか分かりませんが、もう心を無にして描けたらなと思っています。たまに抽象画がわからないとおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、なぜでしょう。きっとそういった方々は絵を見る基準が何か目で見たものとそっくりであるということだけだからではないでしょうか。目で見たものとそっくりかどうかという判断基準は誰にでもしやすいと思います。でも素晴らしい写実画を楽しむ要素は本物そっくりに描かれているという以外にもたくさんあります。そんな感じで抽象画にも楽しむ要素がたくさんあります。抽象画ってなんか音楽に例えると歌詞のない曲みたいな感じだと思います。目で見てなんだかわかるモチーフが歌詞、言葉だとしたら抽象画ってなんかメロディーって感じ、もう抽象画も感じながら楽しむものなんじゃないかなと思います。絵を描くときはこういう風に見るよりもこういう風に見た方が頭のフルに回転します。ちょっと今回ね、絵を描くのが久しぶりに難しいって感じました。なのでちょっと仕上げは本気でこの角度で見ながら描いていこうと思います。完成しました。賑やかな夜というタイトルにしました。ちょっと迷路にはまっちゃうような描き方をしちゃったのですごく難しかったです。今回なんかこういう風に抽象画描いてて、いつもだとそこに具象的な表現を入れて仕上げていくような感じになるんですけど、
抽象的なものだけにしなきゃないってことで、抽象的表現にすごいフォーカスしなくちゃならなくて、だからすごい今の作をもしかするとより面白くするのいい練習になるかもしれないですね。抽象画すごい奥が深いです。今日は抽象画の描き方、楽しみ方という感じでお話しさせていただいたんですが、抽象表現について私が知らないこともたくさんあります。なぜならたくさんのアーティストがいて、それぞれの個性を持って表現をしているからです。実は私もすごい若い時に美術館で抽象画を見て全然わからないとかって思ったことがあります。抽象画に限ったことではないんですけど、絵画って必ずしも美しいものとは限りません。破壊されたものを見る気分になる時もあるし、怒りだったり苦しみだったり、その背景にいろいろな意味がある作品もあります。もちろん見ていて楽しくなる抽象画もありますし、元気が出る作品もあります。それは抽象画に限らず、どんなジャンルのアートにも共通するものだと思います。そんな風に考えながら絵画を鑑賞すれば、抽象画も含めその他のジャンルのアートもまた違った角度で楽しめるのではないかと思います。というわけで、抽象画の描き方、楽しみ方の話をしたんですけど、これってほんの一例に過ぎないので、絵の描き方も鑑賞の仕方も楽しみ方も人それぞれだと思いますので、好きなように描いて、好きなように見て、好きなように楽しめばいいんだと思います。では最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。